我々阪神タイガースはね、無事、右側の順位表を見てもらったら分かるように、優勝を成し遂げたね、前回。今までだったらね、これから消化試合ということで、もう1軍2軍総入れ替えしてね、まあ、やれね、森木くんだの、まあ、この世界戦ではめちゃくちゃ弱いですけど、村上だのね、スコラを使いたいなとは、ちょ思ってたんですけど、まあ、3年目になる今季、ものすごいね、補強というか、契約切れになった外国人をね、散々取っててね、もう正直、まあ、優勝して当たり前のチームだったんですよね。うん。まあ、優勝して当たり前のチームだなと開幕する前から思ってたんで、まあ、ある意味に方向転換して、このチームだったら何勝できるのかっていう、目標に変えたんで、ちょっとね、消化試合とかはすることなく、もう限りなくね、ベストメンバーで最後までね、駆け抜けようかなと思います。目指せ100勝。目指せ100勝をね、掲げてやっていこうかなと思います。ただその中でも、まあ中継ぎとかはね、多少余裕があるかなということで、まあリアルでね、まあ頑張ってる桐敷とか、石井とかね、まあそこら辺を入れました。そんな感じで、まあ、消化試合じゃないけど、まあリアルの阪神と一緒だな。うん。リアルの阪神と同じ感じです。はい。勝っても負けてもいいし、まあ自動でも、なんかそれなりに勝つメンバーかなと思うから、まあ失点するんですけど、まあ別に勝っても負けてもいいです。いや、正直。正直勝っても負けてもいい。どっちでもいいです。まあ、ヤギのもうタイトル、もうみんなタイトルのこと考えてください。うん。もう勝ち負けはどうでもいいです。ヤギも頑張れ。ヤギタイムル打ってもいいよ。おいー。エラー。エラー。めちゃ偉いやん。めちゃめちゃ偉いやん、ヤギ。いいね。これ、島田君見せ場じゃないか？今しかねえよ。活躍するなら。ああ、もう。もう活躍しないといけない場面だろ、君らちびっこは。活躍してくれや。もうちびっこたち今しかないぞ、チャンス。あ、でも大丈夫。ゲッツーではない。あらららららら、まあ、あらららら、もう。何してんの？意識低いよ。外野フライが一番欲しいよ。ナイス。素晴らしい。ナイス。まあ、梅ちゃんフルでもいいかな。森ちゃんを使おうとは思わんな。怪我しやすいし。今日梅ちゃんいいな。前回の優勝かかった試合前後梅ちゃん全然やったのに。優勝し終わった後だったら梅ちゃんもう伸び伸びとやってるわ。もう今日2安打と犠牲フライやん。困るなあ。見ろこのバッティングを。小畑学べこっから。見たかこのバッティング。レベルが違うんよ。まあレベルは違うんだけど。小畑のミートは F で、ジェラードのミートは B なんだけど。レベルが違えわ。見ろこのバッティングを。いい選手いるんだから学べ、おばたは。もう勝っても負けてもいいから。いいね、おばた。いいの出たね。あば、西川。ああ、惜しい。頑張れ、ビシエド。西川もビシエドも絶不調か。いいんじゃない？あれれれれ。ビシエド。絶不調で打つんだもん。ごめんね、カープさん。もういつもだったらもう優勝した後は消化試合にしてるんだけど。いつもだったらね、あの2軍のメンバーとかで戦ってんだけど、優勝した後は。今年はちょっとね、どれぐらい勝てるかを検証してるから、カープごめんな。すまん。ナイスナイス。いいよ。まあ、カップさんはね、分かってないでしょうね。
ビシエドが絶不調ということ、そして前の打席でね、ホームラン打ってるから、ね、さぞフリーで打たせると思うでしょう。甘い甘い。スクイズです。甘い甘い。見ろ見ろこれを。甘い甘い。前打席ホームラン打ってるビシエドをスクイズさせるわけよ。言うてもビシエドは絶不調。この打席凡退してたかもしれない。これぐらいの采配できねえと優勝できねえよ。そしてタイムリーと素晴らしい。じゃあ今日石井が投げてたんで、石井使おう。うん、しかも好調だから。ちょっとねやっぱこのゲームはまあ言っても去年のゲームなんでね、めちゃくちゃ弱いですけど、正直弱いですけど、行きましょう。まあインコースとかつくか。 OK OK 素晴らしい。まあ勝っても負けてもいいとは言ったものね、あのシーズン100勝を達成するためには、残りの試合もね、7割ぐらいの確率で勝たないと100勝いかないんで、まあ勝てる試合は勝とう。あれ？え？きっかけをつかんで大幅にせ、え？え？いやでもどうだろうな、言うてピッチャーがな結構いるんだよな。結構トレードでいなくなったとはいえな、結構まだいるんだよな。どうせだったら阪神の選手がいいな、せめて。ギボちゃんやん。まあ、ギボちゃんはギボちゃんでゲーム的にはあっちいけど。ゲーム的にはあっちいけど、オリックスなんよ。オリックスバファローさん。あ、バファローさん。優勝おめでとうございます。おめでとうございます。オリックスが優勝したからギボちゃんが覚醒しました。ありがとうございます。あ、しかもそこそこ強い覚醒かも。西川は何をしてるんか、お前は。勝てるんじゃないですか。あ、素晴らしい。100勝100勝。100勝目指す100勝。いいね。サイスニード8回3分0、1失点。サイスニード。サンタナ。ヤクルトスワローズたまらんね。たまらんわ、ヤクルトスワローズ。ごめん、そして森木くんよ。行こう、森木くん。まさしが調子悪いから。もう今日行くしかねえ、森木くん。プロ初勝利はもう確か2年目かなんかで達成してるから。このペナントレース2年目かなんかで達成してるからなんだけど。まあ、今シーズン初勝利はね、まだしてないんで。頑張れ、森木くん。僕は応援してます。素晴らしい。森木くんに勝ついてるか、でも。お、森木は6回投げて1失点。素晴らしい。サンタナ、サンタナありがとう。サンタナいつもごめんね、ほんと。ありがとうね、サンタナ。すごいありがとう。地下もいいね。地下何がいいかって、2安打2塁、2塁打で2個ギラがあるのがいいな。ギボちゃんがでも310になったのでかいな。いいね。普通のチームだったら1番だわ。まさし行こう。いつもだったらこのタイミングでね、ちょっと観戦というか、監督プレイしてたけど、ちょ、お前のまさし、ちょっと俺が、ちょ、球場入りするのが遅れたから今日。ちょっと球場入りしたのが22時だったから、ちょっとごめんなさい、まさし。もう今日はちょっと、あと優勝してるから、うん。もう勝っても負けてもいい感が否めないから、ちょっとこれからはこんな感じで進めます。勝ちたかった。勝ちたかったなぁ。まさし7回投げて4失点。鉄とか打ったんだ。エラー3って、エラー3ってなんだおい。そっちだろう。頼む。勝ちたいよ。もう。ジュンやロドリゲスにケチンケチョンケチョンやん。もう1安打やんけ、おい。石川拓也25個。え？石川拓也25号。
タカヤ。頑張れ、中道ちゃん。頑張れ。中道ちゃん、もうなんで中日負け越してんの？ねえ。ほんと優勝した？お前ら。ねえ。中道ちゃんもダメなんだよな、俺が見ないと。まあいつも通りね、監督プレーをカープ戦でやって、まあカープはね、無事3立てできたんですけど、まあ中日にね、まあピッチャーがいいとはいえね、引き分け負け越し負け越しと。うん。ちょっと優勝したチームとは思えないかなと、思います。正直。言うてそんな手抜いてないんで。100勝目指すって言ってる以上、別に近本も出てるし、中野も出てるし、大山もサンタナも出てるし、うん。そんな状況でね、言い訳はできないんで、シンプルに何してるんだろうなという感じです。はい。残り18試合でね、13勝しないと、100勝いかないんで、ちょっとどうにかね、100勝はいってほしいな。で、タイトルは、もうホームランも多分打点も無理だから、もう近藤と近本。うん。もう近藤と近本と青柳。まあ、このね、4人が取れるように頑張ろう。まあ、正直、青柳に関しては多分、てか、最多勝はね、多分正直、多分2位以降もほぼ阪神かなと思うから、まさしが2位だもんな。だから、まあまあ、大丈夫かなとは思うけど、とにかね、ヤギと近本と、コンちゃん、この3人ちょっとタイトル取らせられるよう、頑張ろう。